こんにちは、しょころです。今日はですね、前にのり付けをしてやったトラストさんの126という品番のデニムがあるんですけれども、そちらをですね、1年着用して、ファーストウォッシュをしますという動画を撮りまして、やって、で実際その後に履いてみて思ったんですけれども、やっぱね、のりがまだ残ってるんですね、表面に。なんでちょっとね、こうなんていうんですかね、オレンジというかちょっと赤みのある感じで、こうテラッとですね、デニムのところにこうまだらの、特にこの太もものあたりとか、あの裏とかに結構そのまだらにノリの跡がついていて、じゃあ洗った動画がありますので、どうぞ。 I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be... こんな感じです。で、そこからですね、だいたい2週間履きました。はい。その今見ていただいたところから2週間ですね、また履き続けまして。で、先ほどの言ってたその糊ですね、糊はですね、もうほとんどないと思います。はい。で、その糊がどのぐらい取れたかっていうのはですね、ちょっと別で取ってありますので、そちら見てみてください。こんな感じです。で、これがその2週間履いた後のデニムになりますね。なので、あそこからまた結構馴染んでというか、いい感じでですね、色が落ちていったと思います。このデニムに関してはですね、もう個人的には完成というか、その一旦完成ということですね。この先もまた普通にプライベートで、ファッションとして履いていく感じですけれども、もうこの試練というか、何ていうんですかね、この、デニム色落ちとしての、感じでは言えば、もうこうずっとこればっかり履き続けるみたいな感じのデニムではもうない、そこを卒業という感じですね。はい。なんで今後はまあ好きなテイストに合わせて着ていくっていう感じで、こう寝る時に履いたりとか、なんかそういうのはもうとりあえず一旦これは終わりという感じですね。はい。大体なんでかっていうと、そのまあもちろんずっとこの後も履き続ければどん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 バキバキになっていくと思いますし、色落ちも早くなると思うんですけど、まあそれをやると、まあ新しいその色落ちやりたいデニムっていうのが他のも履けなくなるとかいろいろありますし、あと何よりですね、デニムのこのヒゲは、この最初の半年とか1年で決まる感じなんですよね。もうここをがっつり、のり、まあ、例えば今回はのりつけましたけど、のりつけなかったにせよ、その、身洗いで、まあ、とにかく、
洗わないでガリガリゴリゴリにこうヒゲがついてそれが定着するぐらいまでは履き続けるっていう。でその後ですね、もうそこまでやっちゃえばあとはですね定期的に1週間とか1ヶ月に1回とか洗って普通にやっていけばもうどんどんこの決まったコントラストはもうこのままあまり変わらないので、まあ、毎日もちろん洗濯をやればどんどん薄くなってきますけど、まあ今までよりちょっと緩い感じで全然1ヶ月とか1週間2週間履いて洗うっていう感じでやっていけばもうそのまま綺麗にコントラスト残ったまま普通のデニムらしくこう色落ちを全体的に色落ちしていくので、一旦そういう意味ではですねもうその基礎を作ったという意味ではもう完成っていう感じですね。はい、なんでそのやっぱり色落ちをこうコントラストバッキバキのはっきりさせたいっていう方は本当に半年とか最低でも半年頑張ればまあ1年、もっととことんやりたいって人はもう本当1年半、まあ、2年ぐらいまで見洗いでやるとちょっとさすがに、衛生面とか匂い、あと普通に汚れがつくことでそのデニムの糸とかがやっぱり弱くなるらしくてですねどん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 切れていくし穴も開いていくと思うので、正直その後に履くのは結構大変になってくると思うので、あまりそこまで長くやるのはおすすめではないです。ただとはいえ俺いつも半年か1年で洗うんですけど2年ぐらい洗ってない人のデニム見るとやっぱさらにえぐいバキバキコントラスト感が出てるんですね。まあ人にもよるんですけど、俺がやったからってそうなるかはまた別なんですけど、わかんないんですけど、ただやっぱ長ければ長いほどちょっとそのダメージと匂いのバランスはありますが、やっぱ長ければ長いほどそのコントラストはやっぱはっきりするんだろうなとは思ってます。はい、ただまあその匂いだったりあと飽きもやっぱ来ますんで、いい加減洗いたいなっていうのもあるし次も行きたいなっていうのもあるんで、結局まあいい落としどころとしては半年から1年の間っていう感じかなと個人的には思っていて、まあそれが終わっちゃえば普通に、普通の今は他のパンツと同じような形で、ちょっと履いたら洗うっていう感じでいけるので、一旦これはそれで終わりにしようかなと思っております。はい、というわけで今残すところ2本、下はですね、下のデニムは2本、まだ残ってますので、そちらのですね1本のもう1本のアトラスタさんの方はですね、言ってそんなに、遠い未来ではなく、もうちょっとしたら、ファストウォッシュやろうかなと思ってますので、ぜひそちらの方がですねもっと熱くてどす黒い感じで、そっちの方がこっちよりもさらに結構履いていたので、結構面白い色落ち、結構これよりもコントラストがっつり入っているので、すごくいい感じをお見せできるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。あとこちらのデニムは、多分まあ今後もちょこちょこ履いていきますし、あとこれ今2週間履いたので最後にもう1回ワンウォッシュしてでしまうっていう形にするので、3回目のウォッシュをしたらですね、そちらはサブチャンの方に上げておきますので、3回目のこちらのウォッシュの色落ち具合を、見たい方はですね、ぜひサブチャンネルの方もよろしくお願いします。というわけでこちらのデニムちょっと履いてみたいと思います。着替え中、こんな感じですね。前にファーストウォッシュした時よりもさらにやっぱり色が落ちてますね。お風呂場でこうのりをこう取るために結構もみ洗いしたんですけど、結構水出てたと思うんですね。水色に変わってたと思うんですけど、その分の色が確実に流れ出ているんで、その分確実に薄くはなってますね。やっぱり1回、また縮んで、でまたきつってなってですね、まあ、裾がまたちょっとキュッと上がってってなったんですけど、やっぱり履いていくうちに、テンションがかかって、伸びるとこは伸びるっていう形で、ちょっとゆったりになりましたね。はい、なので最終的に結局まあ最初に履いてた時からちょっと縮んだくらいで収まって終わりっていう感じですかね。はい、まあ、洗濯でまたキュッまた戻ってキュッ戻ってキュッみたいな、もうこれをずっと、まあ、繰り返していくんだろうなっていう、で一定のところまで行ったらもうそこまでこう洗濯でも縮まなくなったりするんだろうなとは思いますが、はい、って感じですね。結局この辺りはですね合ってきてますね。だから、はい、最初にやった時とだからまあそうですね、同じ位置に線が入っているので、はい、ちょっとせっかくなのでこんな感じですね。すごく思ったのが、今もう一本やってるんですね、このアトラスタさんの。そっちのデニムは10周年を記念して、結構昔やってた、結構ドス黒くて、温室の多分重い、
デニムを復刻してやったやつとそれを、同じ時期に買ったので、でこっちは、こっちの品番は、最近のそのもうちょっとライトオンスになって、ちょっと色味も多分ドス黒いのだからもうちょっと鮮やかなブルーになったような、染めになってるので、こう比べてみるとはっきりわかるんですけど、やっぱりあっちの方はすごく黒くて 重い感じ、硬い感じがあって、こっちの方が、軽くて、ブルーが綺麗で鮮やかで、っていう感じですね。これも好き嫌いというか好みですね。これはもうこれは太くて形がすごく気に入っているので、色味もね、全部同じドス黒いのばっかり持ってても意味がないので、これはこれでちょっとこの綺麗に、ライトブルーに色落ちしていくのがすごい楽しみな一着という形で、今後も履いていこうかなと思ってますね、はい。まあ、まとめるとですね、やっぱり、のり付け、デニムののり付けは、やったことがない人はぜひぜひやってみていいと思います。いい経験になると思います。でこれもやっぱ好き嫌いがあると思うので、のり付けしてバキバキにやりたいって思えばやればいいと思うし、ちょっとのり付けはわざとらしいしとか、ちょっとなんかベタつきそうで嫌だとか、で俺みたいに失敗するとちょっとのりの跡が残ってなんか気に入らないなって思う心配があるんだったら、まあやめるなり、まあ何かで一回やって、本当に大切なデニムは、その結果で、やっていい、やるみたいな感じにすればいいと思いますし、まあ個人的には本当にね、のり付け、やってみてすごく良かったなと思いますし、きちんとその後もう一回ちゃんとねお湯で洗い流して、のりがちゃんときれいに取れることも分かりましたので全く問題ないです。でその上で別に特に、色落ちに何かのりがこう関係してきて、それのせいでこう変なまだらな色落ちするっていうことも全くなかったので、あくまでのりがこうまだらについてたっていうだけの話だったので、まあ何の影響もないのでね、問題はないかなっていう感じですね。本当に好き嫌い、あと やるその時間をとかお金を惜しまず、デニムに、そんだけやってみたいっていう情熱があればぜひぜひやってみたらいいと思います。インスタグラムとかですね、あのサブチャンもやってますので概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらもご登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。またね。